パラマタ。パラマタ、ペラーマタは、オーストラリア、シドニー西部郊外、25キロメートルにある都市である。ポートジャクソン湾に注ぐパラマタ菓子に、多くの行政、商業施設がある。川や森によって肥沃な土地が形成されていた後に、パラマタと呼ばれる土地には、アボリジニの一部族であるが長きにわたって、生活していた。彼らは自分たちの住む土地を、 水源を意味するバラマダ、もしくは、ウナギが生息する土地を意味するバラマタという名で呼んでいた。これが、後のパラマタの名称の元となる。パラマタは、ポートジャクソン湾の海水との淡水の交流地点となる寄水域であり、今日に至るまでウナギをはじめとして、多くの魚介類が獲れる。特にウナギは、パラマタの名産品となっており、町のラグビーリーグクラブであるのシンボルにも、 採用されている。1788年にパラマタがヨーロッパ人によってシドニーと同時に発見された。絵の最初の入港者となったイギリス人入植者の艦隊は乗船していた受刑者によって構成される兵士や主官を養うの二重な食料や燃料がシドニー工部にはないと判断した。1788年、総督のアーサー・フィリップは より広大で肥沃な土地を発見するために、パラマタを発見する前に、いくつかの箇所について偵察を行った。パラマタは、パラマタ川沿いにおける、航行可能な地点の中では最も内陸にあり、パラマタ川の河口にあり、農地に適していた。1788年11月2日の日曜日に、フィリップ総督は、 測量を行っていた彼の艦隊から離れて、ボートで川を遡上し、川の蛇行により、防衛地点として適切な丘を見つけ、その場所をクレセントと名付けた。植民地が発展すると、フィリップ総督は、ローズヒルと解明した。1791年に、フィリップ総督は、土地に住みついていたアボリジニの人々が使用していた、土地を指す言葉に近い、パラマタという地名へと再度解明した。 食料危機器の対策として、フィリップは1789年、ジェームズ・ルースという名の受刑者に、パラマタのエクスペリメントファームという土地を与えた。ルースは、エクスペリメントファームにおいて、農場を経営し、オーストラリアで穀物作りを行った最初の人物となった。1790年代には、エリザベスファームにおける、オーストラリアの製紙工場のかけるとなった、ジョン・マッカーサーが、 パラマタを拠点としていた。アーサー・フィリップ総督は、クレセントの丘に、自身の小さな家を建設した。1799年により大きな建物へと建て替えられ、さらに1815年から1818 18年まで、総督を務めたラックラン・マッコーリーに行って増築された。八百二十年代の短い、キカンブリスベン総督の宿舎となったは年代まで、 西洋先として用いられており、現代までその面影を残している。パラマタ九州政府官舎は現在パラマタパーク内の記念館とともに歴史的な建造物に指定されており、オーストラリアで最も古い公共建築物となっている。1803年にパラマタでイングランド出身のジョセフ・サミュエルという犯罪者による不思議な出来事があった。サミュエルは 殺人罪により有罪判決を受け、公子刑が言い渡されていたが、公子刑用のロープはほどけてしまった。二度目の公子刑執行の際にも結び縄は首から抜け落ち、ほどけてしまった。フィリップ総督はサミュエルを呼び出し、彼に起こった不思議な出来事について尋ねた。パラマタにはオーストラリアの国会遺産に指定されている建築物が多数存在する。 エリザベスファームハウス、エクスペリメントファームコテージ、ランサーバラックス、パラマタタウンホール、チャーチストリートにある旧郵便局、100周年、記念時計、レノックス橋、聖ヨハネ大聖堂、聖ヨハネ墓地、聖パトリック大聖堂、エリザベスストリートにある教区立学校、アーサーフィリップハイスクール、マーズデンストリートにあるブリスリントン、ハッサールストリートにあるハンブルドンコテージ、 キューキングススクールグループ北パラマタにあるローマカトリック教会墓地パラマタ精神医学センターパラマタ九州政府官舎を含むパラマタパークオールセインツチャーチグループであるパラマタ刑務所はオーストラリアで最も古い刑務所であるパラマタ刑務所は1842年1月2日に正式に運用が開始され1910年まで運用されていた この旧刑務所は1918年から1922年の間及び1997年から1998年の短い期間において閉鎖されている。オコンネルストリートにあるこの旧刑務所は現在ではパラマタ構成施設として知られてを短期間の交流施設として機能している。この刑務所はネリスミスを含む数々の悪名高き囚人たちを収容してきた。 パラマタのウールパックホテルは1796年に開業したオーストラリア最古のパブがあると主張している。パラマタはビジネス、商業の中心地であり、シドニー第二のビジネス街と呼ばれることがある。パラマタには高密度の商業施設、住宅施設が数多く建設されており、ウェストフィールドグループが経営するという、オーストラリア全土で4番目に大きいショッピングモールがある。 チャーチストリートには多くの商業施設やレストランがあり、チャーチストリートの北の終点であるデノックス橋付近には多様な料理を提供する二つ星レストラン、アルフレスコがある。南の終点には多くの中国料理店が立ち並び、ウェストフィールドを抜けると自動車ディーラーによる販売店舗が立ち並ぶことから名付けられたオートアリーと呼ばれる通りに続いている。オートアリーには道の両側に 自動車販売店が立ち並び、M4 モーターウェイまで続いている。2000年より、パラマタは、ニューサウスウェールズ州警察や水道局事業を展開するのシドニー中心業務地区からの移転等、シドニー市政府センターの整備事業を進めている。同時に、ウェストフィールドのある商業地区の拡大に伴い多くの高層建築物が、パラマタ駅付近に建設されている。 パラマタ中心業務地区の西側は、パラマタ裁判管区として知られており、ニューサウスウェールズ司法庁の本部が設置されている。他にもニューサウスウェールズ州の家庭裁判所とシドニー、西部予診法廷、ニューサウスウェールズ州の法律相談所、保護観察所、ニューサウスウェールズ州の出生、死亡、結婚届管理所、家庭裁判所の建物から分離して建設された、検察庁がある。 バーズデン・ストリートの側には、パラマタ裁判所とニューサウスウェールズ州薬物法廷がある。ガーフィールド・バーウィック連邦裁判所が、連邦下級裁判所や、家庭裁判所の役割を果たしている。パラマタスクエアという名前だったは、パラマタの中心部にあり、パラマタタウンホールに隣接している。市民広場跡地には、パラマタ市民センターの建設。 および65階建ての住宅構想ビルやオフィスビルなどの建設が2012年7月20日に発表された。1818 18年にコロニアルホスピタルという名称で知られる病院がパラマタに建設された。この病院は現在パラマタ地方病院となっている。公共の総合病院であるジェフェリーハウスは1940年代に建設された。 近くにウェストミード病院が建設されたことでジェフェリーハウスは規模縮小を余儀なくされたものの改修工事を行い現在も診療事業を行っている。付近にあるブリスリントンハウスは1821年に最古の入職者施設として建設された診療施設で1949年にパラマタ病院の産科に入る前に医師の住宅施設となった。 パラマタ北部にはカンバーランド病院があり、精神科に関する診察を受けることができる。パラマタは西シドニーの交通の要所であり、鉄道、バス、フェリーなどの公共交通機関が運行している。パラマタ駅はシティレールの主要駅であり、ブルーマウンテンズライン、カンバーランドライン、ウェスタンラインの停車駅となっている。駅は1860年7月4日に開設され、 5年後の1855年にシドニーとパラマタを結ぶ最初の鉄道が開通した。2003年に駅が増築され、2006年2月19日には新しい鉄道路線が乗り入ることになった。最初に建設された駅舎は現在も4番ホームとして使用されている。パラマタフェリー埠頭は中心業務地区の東側の境界となるチャールズ堤防の側にある。 パラマタフェリー不当はシドニーフェリーとパラマタ側を運行するリバーキャットフェリーサービスの白書となっている。パラマタロードは古くはシドニーへ向かう幹線道路として機能していた。パラマタからニューサウスウェールズ州の西部へ向かう幹線道路がグレートウェスタンモーターウェイである。グレートウェスタンモーターウェイと並行して走る M4 ウェスタンモーターウェイは、パラマタ付近で最大の交通量を誇り、パラマタの玄関口となっている。ジェームズ・ルース・ドライブは、パラマタ東部を一部循環する環状道路となっており、カンバーランドハイウェイへ接続し、パラマタ北西部へと抜けることができるようになっている。パラマタ市内を南北に走るメインストリートが、チャーチストリートである。北側は、ウィンザーロードに接続し、 南側はウッドビルロードに接続する。パラマタでは、市バスが運行されている。また、ローズヒルへ向かうノースウェスト T ウェイやリバプールへ向かう、リバプールパラマタ T ウェイも運行している。さらに、以下のようなより高速の BRT、メトロバスも運行している。パラマタでは、ウェストバスの一部として、ヒルズバスも運行しており、シドニーバスやベオリアも運行している。 無料バスのルート900がパラマタ市政府と州政府によって共同運営されている。ルート900はパラマタ中心街の循環路線である。このバスはパラマタイールズのホームゲームの際にはパラマタタジアムからパラマタ駅まで無料運行する。チャーチストリートは1803年に建設されたパラマタ最古のオーストラリア製公会の協会である。 聖ヨハネ大聖堂より名付けられている。しかし、現在の建物は、マッコーリー植民地総督時代、彼の妻であったエリザベスのすにより、イングランドのにあった教会をモデルとして建設された、当初の大聖堂の位置にはない。聖ヨハネ墓地は、オコンネルストリート付近にある。聖パトリック大聖堂はオーストラリアで最も古い、カトリック教会の一つである。 1836年に建設が開始され、1837年に完成した。1854年から改修工事が行われ、1880年にほぼ完成。1883年に戦闘の建築が完了した。この大聖堂は増加する入植者の要望に応える形で建設された。しかし1996年に火事により、 石壁部分を残してすべて消失したため、2003年11月29日に新しい大聖堂が建設された。以前の聖パトリック大聖堂は北、パラマタに位置していた。オーストラリア連合協会の協会としては、リー記念協会がある。パラマタ旧聖軍は、オーストラリアにおける最古の旧聖軍である。パラマタには、ユダヤ教の街道であるシナゴーグもあり、 西シドニーにおけるユダヤ人コミュニティを形成している。カウパーストリートには仏教寺院がある。パラマタ市内のモスクはマーズデンストリートにある。ヒンドゥー教の寺院はローズヒルのエレナーストリートにあり、ムルガンを祀る寺院がグレートウェスタンハイウェイを降りたメイズヒルにある。ホープインスティチュートフォーファーザーエデュケーション制、パラマタ教会が運営する教育機関。パラマタパークは パラマタスタジアムに隣接する公園である。以前はパラマタ市長が所有しており、市長の再園として建設された。建設当時の規模は現在のパラマタパークよりも大きく、現在のパラマタロードを越えてパラマタハイスクールに隣接していた。パラマタハイスクールやゴルフコース、鉄道のウエスタンライン、パラマタ RSL、ボーリング場、パラマタスイミングセンター、 パラマタスタジアムなどを建設する過程で縮小してきた。パラマタパークは九州政府官舎を含んでおり、それゆえにパラマタは1846年にシドニーに州政府の拠点が移転するまでニューサウスウェールズ州入植地の州都だった。フィリップ総督により、クレセントと名付けられたパラマタ側の蛇行部分にある丘は自然の観覧劇場となっており、現在でも コンサートなどが行われている。また、120種を超える鳥類が発見、記録されている。この場所には1798年から1805年の間に落農場が建設されており、オーストラリアにおける初期の落農場の一つとなっている。この建物は、前科者であるジョージ・ソルターのための住居として建設されたもので、1814年から1816年にかけて、 酪能場に建て替えられた。オコンネルストリートにある、チューダー様式の門番小屋は1885年に、パラマタパーク保全協会によって建設され、ゴードン・マーキノンによって設計された。この建物は1980年に再建された。1822年に建設されたブリスベーン総督、使用の天文台跡では、ジェームズ・ダン・ロップやカール・リュンケルを含む他の天文学者によって、 数多くの新生屋の天体が発見されてきており、現在も観覧可能である。1822年に建築者の SL ハリスはブリスベン政府の浴場を設計し1823年に建設した。水は川からパイプを使って取り込むようになっていた。1886年、浴場は公共の展示物として公開された。 パラマタ湖は10ヘクタールの湖であり、以前は貯水池として機能していたものが基礎になってできている。湖の周辺区域はノースロックスロード、ペナントヒルズロード、ハンツクリークとなっている。北パラマタのラッキーストリートから入ることができ、湖の東岸部にはパラマタ川が流入している。オーストラリア人口統計局によると2011年の アラマタの人口は166,858人で、ある。平均年齢は30歳で、オーストラリア全体の平均年齢37歳よりも7歳、若い。全人口の57.6%が海外からの移住者で、そのうち14.1%がインド 12. 8、12.8%が中国からの移住者で、ある。住民の多くが英語を、第一言語としているが、 前日の通り移住者が多いためそうでない住民もい。英語以外では、北京間は、関東語、アラビア語、ヒンディー語、グジャラート語などが多く話されている。新興宗教別の人口比率は、カトリック、無神論、ヒンドゥー教、聖公会、イスラム教の順であった。パラマタの住宅事情としてはアパートに住むものの、割合が72%と最も多く、 オーストラリア全体の割合である14%よりも多い。また、賃貸物件に住んでいる者も,も58%と、国の平均27%よりも多い。賃貸物件に住んでいる者の,の平均賃貸量は1週間あたり230ドルで、あり、国内平均の190ドルよりも高い。平均賃金は、週休482ドルと、国内平均の466ドルよりも高い。 キッペンの気候区分では温暖湿潤気候に属し、年間平均気温は摂氏17.8度、降雨は夏季と冬季、特に1月から3月にかけて多く、2月が一番降水量が多い。シドニーの都市部よりは若干平均気温が高く、最高で5度から10度前後シドニーよりも高くなることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。